ガキ騙せますです。今日からエイリアンくんが横にやってきてくれましたアネゴリくんがいないとき寂しいからとお思いでしょうが、そうじゃなくてね、あの僕のこの何 YouTube の絵、もうね成長期の高校生の弁当かっていうね茶色と黒しかねえみたいな唐揚げ唐揚げポテトフライみたいなね、それに気づきましてちょっとカラフルな人形を少しずつ置いていこうかななんて思っておりますが、さて急に演奏から聞いてもらいましたが、急にランク付けされてて何のことやらという感じですよね。というわけでギタリストカースト制度ってわけでですね、あなたのレベルはここだっていう、ギタリストカースト制度というのを設けました。なかなか勇気がある、炎上してもしょうがないかなというような内容ですけどもですね、まず一番最初に聞いてもらった、約8小節っていうのは、まず最初に頭でしか弾けない、頭で今ギター覚えたてですよみたいな、頭で撮ってるビートで、を D ランクとさせてもらいました。次ね、C ランク、すごいでしょこのアナログ感ね C ランクが頭なんだけど、頭でビートは撮ってるというか、重心はダウンビートで撮ってるけど、いろんなことができるようになってきた人たちのことは C ランクと。その次はもうようやく今度は B、 いわゆるその B ランクになってくると裏に気づくわけですね。はっはっ、バックビートというのがあったのかと気づいた時に、弾きがちな感じ、意外とこうなんかこうよくありますね、ハードロックミュージシャンが急にバックビートに気づいてブルースマンになることっていうのがたまにあるんですけどそれね、こんな感じ。それでまあ A ランク、もうこうもうバックビートでバリバリ弾ける。そしてバックビートだろうがダウンビートだろうがもう自由自在、もうどっちにだっていけるっていう人たちの、まあ、5段階というふうに分けました。もうなのでもう次回から僕やった時は、B ランクの何々ですって言ってくださいね冗談ですよ、冗談、本当にこれは冗談で、あのこの順番でね覚えていくと、成長が早いという、成長しやすい、うまくなりやすいという順番じゃないかなと思います。まずは、ゆっくりと、まあ、ダウンビートでいいので自分の取りやすいビートで取っていく。ではバックビートダウンビートと言われてもですね、例えばドラムがドッツタッツドッツタッツって、これバックビートなんだけど、バックビートと言われてもメロディーとかこの他の楽器とかもないと、縦のこのリズムであって、縦で割ると4拍叩いてるわけだから、あのバックビートかどうか分かんないんですよね。だからバックビートかダウンビートか判別できないっていう人は、まあそれはまあそれで普通じゃないかなと思うんですけども、まずは D ランクね、頭で弾いていくでいいと思います。今度それができるようになったら、あのよくあるんですけど、バックビートがってこう、あの完全に裏にあるビートなのに、こう1、2、3、4、ドンコ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 ドンってこう、あのトンコ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 って取ることで、あの弾きやすくなり、あの早く弾くっていう時代が来ますこれはもう僕もありましたね。あのそれでそれじゃあなんか結局、トンコ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 だから、あのねバラードとかねかっこよく弾けなくなるんですよね。そういうところからだんだん気づき始めまして、あのバックビートに気づきます。おお、なるほど、バックビート、あーこうやって弾くんだみたいな。例えばカエルの歌がってまっすぐ歌っちゃうとビートって感じなくなるじゃないですか。でもカエルの歌がってこう、この音量の大小まで来るとこうやってカエルのってこうバックビートに聞こえてますよね。カエルのって歌うとダウンビートに聞こえますよね。そんな感じで、あのメロディーとかを持ってるんですよね、もともとそのビート。それで、あー裏で歌っているんだ皆さん、なるほど、皆さん裏で歌ってるんだから俺も裏で歌わないとおかしいというのに気づき始めます。そうすると今まで貯蓄してきたものは全部ダウンビートでできたものなんで、特にねハードロックとかは結構、ハードロック、ロックンロール、カントリー、
あとは日本の、音楽とかは特にカントリーから影響されたものとかも多いので、頭のものが多いですね。例えばフォークミュージックとかも全部頭ですよね。ダウンビートなので多いので、ダウンビートが得意なんですよね、日本人って。なのでフレーズも貯蓄してきたものは全部ダウンビート仕様なんですよね。でこれをちょっとずらしたからといって、要はその今さっきのダイナミックスがダウンビートとは合わないので、ちょっと使いづらいなと気づき始めます。で一回フレーズが少なくなるのが、弾けることが少なくなるのが B ランクですね。で、いろんなことが弾けるようになってくると A ランク。ただそれまでやってくるとやっぱりいろんなところに呼ばれますね。仕事とか、バンドとかいろんなことに呼ばれ始めますと、中にはやっぱり大ボスがいまして、偉い人がいまして、なんか違うだろうみたいなそうじゃねえだろうってい う, 好みとかね。要はダウンビートの曲なんだけどギターソロだけはバックビートで弾けよみたいな、かっこいいじゃんみたいないうこともねありえますよね。でもこの曲ダウンビートの曲なのになとか言えません。もう実験を握ってるのはその方たちなんで、はいって言うしかないよねそういうところまでもいろんな体験をされたもうね、手だれな人たちのことを S ランクと呼びましょうね。というわけで、まあ、D ランク、C ランク、あなたはどこでしょうね。 D ランク、C ランク、B ランク、A ランク、S ランク、いろいろありますね。でもちろんなんか途中で止まってる人もいるし、ここだけでやたらと発展してる人もいるし、まあだからファンがついてしまえばそれでいいかなっていう気はその人たちがそれでいいんだったらいいかなっていう気は、一番のなんていうの、そのボスはお客さんですからね。お客さんがいいと言えばいいんですけども、一応でもねすごいなと思うのは、外国人のミュージシャンでこのね重心がおかしいってことはほとんどないんですよね。本当にやっぱりカントリーの人ちゃんとダウンビートで弾いてるし、カントリーでやってる人もバックビートの音楽に参加したりしてゲスト参加してるやつなんかも必ずちゃんとバックビートで弾いてますよね。これが本当にやっぱり日頃聞き慣れてるんでしょうね、そういう音楽を。すごいなと思います、純粋に。というわけでですね、以前このバックビート、ダウンビートという、説明をした時にですね、コメントの中でちょっといまいちそのダウンビートの部分もダウンビートで僕が弾いたメロディーもおかしく聞こえなかったなって方がいらっしゃいました。じゃあちょっと試しに実験としてっていうか、まあ、理解を深める実験としてですねやってみてもらいたいんですけども、先ほど弾いた僕の演奏をですねもう一度聞いてもらいます。それで約ワンコーラスずつ、ダウンビートで弾いたものをバックビートで弾いたものっていう風になってますよね。なのでどちらも最初の8小節はリズムを流しておきます。それでどちらもバックビートだと思って2 4 1 2 3 4 1 2 3 4のところで手拍子を叩きながら聴いてみてください。それで、途中の8小節目、で要は9小節目からリズムがなくなります。僕のギターソロだけになります。その状態で僕のギターソロを聴きながらバックビートが続けられるか、この手拍子が続けられるかやってみてほしいんですよ。最初の曲はダウンビートの曲、次の曲はバックビートの曲です。僕のギターソロに合わせて手拍子をしてみてくださいね。もちろん途中で早弾きをしてたりするので合わしにくかったりもするかもしれませんけども、それでやってみると空間が歪むというのを少し体験していただけるかもしれません。それではどうぞ。
というわけでいかがでした？空間が歪んだのを感じれましたかね。そんな感じでですね、僕ね昔ねその曲をやってて、この例えばイズンチラブリーという曲をやってて、人がソロを弾いてる時にバッキングが続けられなくなっちゃったんですよ。なんか辛くなっちゃって、あれどうしたらいいんだろうと思ってベーシストに聞いたことあるんですよね。なんでそうやってずっと続けられるのみたいな逆にその時は気になるって言われて、気になるっていうか、なんかなんでだかわかんないけど俺続けらんないんだよねっていうか、ソロを弾いてるのを聞きながらは続けらんない。だからそれ以来一回ね、一時期誰のソロも聞かなくなったんですよねわかんなくなっちゃうから自分のビートが。だからどうしようなんて思って弾いてたんですけど、できる時が来たんですよ。それが要はバックビート、ダウンビートがちゃんとできるソリストの方で弾けるようになったんですね。もうほんとね、ドラムとかベースの人とかリズムを刻んでくれてる皆さん本当にありがとうございます、ね、僕らのわがままを無視してくれたり、こう一緒に乗ってくれたりしてるんですね。というわけで今日は重心の話でした。参考になったという方はいいねボタンを、いいお前いいじゃんっていう人はチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは。